久喜文十郎6月7日から1986年10月6日は日本の政治家。昭和戦後期に衆議院議員、参議院議員を務め日本進歩党に所属した。久喜産業グループを経営する実業家で四海久喜家の党首であった。久喜文十郎という名は本家の久鬼門七と共に四海久喜家で党首が代々就名していた。 三重県四日市市出身。1902年6月7日に、喜水軍の末裔である四日市久喜家の当主八代目、喜門七の実弟の喜門十郎の長男として誕生した。幼名は、喜近平へ。後喜門十郎を襲名した。父である先代の門十郎は先々大門、十郎の養子となり、家業の肥料商と門十郎の名を継ぎ、 四日市米国株式取引処理事などを務めた多額納税者であった。叔父の八代目久喜ん七は衆議院議員などを務めた政治家であり、また久喜産業グループを経営する実業家であった。文十郎は1929年に東京帝国大学文学部美学美術学科を卒業の後四日市市会議員に就任し、同副議長。 同議長を歴任する。また、区企産業グループを経営する区企財閥の総帥を務め、四日市市の有力実業家として、1946年から1951年にかけて、四日市商工会議所の会頭を務めた。後に1963年にも会頭となり、以降1980年までに、 通算21年間にわたり、商工会議所会頭として、四日市市の財界で活躍した。さらに、三重県商工会議所連合会長や日本、商工会議所の常議員などの財界の役職を務めた。実業家としてはまた、中外ピストンの取締役。 四日市執行の取締役、終わり時計株式会社の取締役、三木鉄道の社長、後1963年から会長、東海ストア株式会社の社長、三重銀行の取締役を歴任した。モンジュローはまた、1939年4月1日に、初代四日市市警防団長に就任し、翌1940年6月4日に、四日市市へ、 日産のポンプ自動車 29AT 式、KMC ンタービン26馬力を寄付した。政治家としては、1946年の第22回衆議院議員総選挙で、日本進歩党から当選、翌1947年の第1回参議院議員通常選挙にく替えで、当選、衆議院議員1期、参議院議員1期を務めた。四日市市長となった。 久喜喜くは、門十郎の名で幼女の高子の夫で、婿養子であった。喜くが、四日市市長であった、期間、門十郎は二度目の四日市市商工会議所、会頭職にあって、四日市近鉄百貨店社長なども務めており、地域名簿家である、久喜家による、地元政財界の独占的支配があったと、評されている。四日市塩技松本在住。 君三等曲日中受賞受賞。1986年10月6日死去。ありがとうございます。